アアジャイルメディア代表の上田でございます先ほど藤崎よりアンバサダーというコンセプトのお話であるとかそういうファンの人たちっていうのは有効な外部資源なんであるというふうなお話をさせていただきましたで私の方からはファンと共に語られるブランドを目指すアンバサダープログラムというタイトルでより我々の具体的な取り組みであるとかこういったことを今やっているということをお話しさせていただいて このあと受賞企業の皆様からですねあのそれぞれのブランドのファンとどのように取り組んでいるのかという部分のお話がありますので、まあ、その前倒しとして、えー、少しまあお勉強も含めてですね皆さんに知っていただきたいなということをお話ししたいと思っていますまず私たちはあのアンバサダーという言葉の定義を自発的に口コミ推奨する人というふうに定義をしていますでもこれはは従来は 有名人著名人、スポーツ選手が、まあ、ある意味、お仕事でブランドのシンボルとして就任をするというものでしたですが今、今一人一人の一般のファンの方が情報発信をするその影響力が高まってきてますので、えー、一般の,そのファンにとって顧客にとってアンバサダーという言葉が語られる言葉になってきています。 当然企業も、まあ、そんないい人たちがいるんだったら活用したいというふうに思うんですけれども、まあ、そもそもあのなかなか口コミってされないということですねどんなに商品に満足していても口コミされるにはそこに壁があるというふうに言われていますですので、えー、ほっとくのではなくやはりそのブランドのファンの人たちにわざわざその口コミをしていただくために関わっていくということが大切なのではないかと思っています 我々はあの口コミをしてもらうために大きく3つの要素が必要だというふうに考えていますまず1つ目は自分がそのブランドのファンであるということを自覚するための動機づけです2つ目はそもそも満足してても周りに言うきっかけがないこの口コミをする機会自体を提供していこうということそして最後はより説得力のある口コミをするための知識ですね でこのようにアンバサダーとこういった取り組みをしていくためにやはり継続的にコミュニケーションを取っていくことが必要だというふうに考えていますですので我々はこういった長期のアンバサダーとのそのリレーションシップをアンバサダープログラムという形でまあこれはあの影響力がないからできない入れないということではなくて誰でも伝えたい気持ちがあれば入ることができる取り組みとして行っています。 まあ今日はあの詳しいあの事例というのは、の後の受賞企業の皆様のプレゼンテーションに譲るとして、ああ特徴的なのはあのデジタルのコミュニケーションももちろんやっているんですけれども、デジタルにかかわらずですね、やっぱりリアルの体験を非常に重視をしてえ取り組んでいるというのが特徴的な部分ではないかなと思っています。まあ、そしてこのあのデジタルの部分ですねえ留まらず これ押せるのかなすみません、ここであの本当は動画を流したかったんですけど、操作がいまいち分からないんで割愛させていただきます。われわれ、一人一人の方の口コミを、ですねいつどのような口コミがされているのか、それが全体でどんなパフォーマンスが上がっているのか、でその口コミがどれだけ広がって、友人がどんな反応しているのかというのを えー、デ,データとして収集をしていますでこれはもうすなわちファンの人たちはすごく大切なんだけどファンがどこにいてどんな人でどんな貢献してるのか今までわからなかったので投資のしようがなかったっていうのが実態としてあったんじゃないかなと思いますですが今ソーシャルメディアが普及し、えー、ツイッターのフォロワーの A さんがこのくらいのフォロワーを持っているっていうのが分かるようになってきました まあそしてあの今 SNS 中心から一軸に分析の軸が移ろうとしています一人一人の例えば A さんはツイッターではこんな発言をしてくれていてインスタグラムではこんな写真を上げてくれていて EC サイトではこんな買い物をしている一軸で多面的に分析をすることができるようになっています また我々はあのソーシャルメディア一つ一つの影響力というものをレベルで指標化をするということも行っています。でこのように発言をするしているかどうか影響力があるかどうかというのは見えるようになってくると今皆様の抱えてらっしゃる会員組織 CRM の母体となる会員組織というものまあ象徴的なのが例えば Twitter や Facebook のフォロワーやいいねを規模を大きくすることに今まで えー、重力をしていたと思いますけれども、まあ、そういう簡易組織を塊として捉えるんではなくて例えばいろんな軸でヒエラルキーにしたりグルーピングしたりすることができる、まあ、塊として捉えずにそこの中からファンを見つけていこう、まあ、発掘していこう資産化していこうということができるようになってきていると思っていますじゃあ発言しているかどうか影響力があるかどうかっていうのが分かるようになるとどんないいことがあるか 一つには今までやっていたことをより発展させていくということができるのではないかなと思っています例えばサンプリングですメーカーさんによってはたくさんの大量のサンプリングをするケースがあると思いますもちろん使ったことない人に使っていただくという意味ではサンプリング役割をしっかり果たしているんですけれどもその使った方々からどれだけ周りの人に伝わったのかっていうことを知ろうとするとなかなか限界がある。 一方でアンバサダーを対象にすることで事前にそのブランドについて言及しているかどうかおそらくこの人に商品を渡ししたら言ってくれるそしてどのくらい広がるかっていう見込みを立てることができますそして実際に商品をお渡しして発言をしてくれたかどうかどのくらい広がったか友人はどんな反応しているかこんなことが今わかるようになってきていますすなわちそれは対象となる コミュニケーションの方だけではなくてそこからどれだけ広がってどんな反応が得られているのかこの反応する人たちはある意味新規のお客様であるとこういうところまで見ていくことができるようになっているだからこそファンとのコミュニケーションの投資をする価値が前よりもより分かりやすくなってきたそんなふうに考えていますで今日はあの、まあ、後ほど皆様のお話があるので まあその前段としてえちょっとコミュニケーションを我々もお手伝いをさせていただいている立場としてですねまあこんなことあるよねとかこんなポイント大切だよねというのをえ少しご紹介したいと思いますまずあの先ほどもちょっとお,お話ししたんですけれどもまあ満足してても口コミしない、えー、これはあのいろんなブランドに起こりうることだと思いますけれどもえブランドの体験というのは どうしても日常の中に埋没しがちであるというふうに考えています。にもかかわらずアンバサダーには金銭的な報酬は一切ない。じゃあ何をアンバサダーはインセンティブにと捉えてですね、何に対してあの生きに感じて参加いただけるのか。これやっぱりえっと工夫が必要だと思います。どうしてそんな金銭報酬がないのにファンの人たちが手を挙げてくれるようなそんな体験を。 提供できるしていかなければいけないということを考えたときに、やっぱりそれはあのファンの欲求をちゃんと満たすものになっているかというのをチェックしていく必要があると思います。一つは承認欲求ですね。やっぱりブランド大好きなブランドから選ばれたであるとか、大好きなブランドにちゃんと認められているっていうことがわかるようなコミュニケーション。二つ目は成長欲求です。ブランドとの体験を通じて上手になった上達した。 知識が得られたた成長できたそんな実感が得られるかどうか3つ目が貢献欲求です大好きなブランドに私の意見が役に立った私の書いた口コミが誰かに届いて参考になったって言われた一緒に商品開発をしたら喜んでもらえた、まあ、このような体験を提供していくということが大切ですここはお金をたくさんかけて提供するインセンティブハワイ旅行でも ポイント山分けでもなくてブランドに近い体験が必要だということですねそして今ある資産である CRM の母体からアンバサダーをまずは見つけていこうでその人たちにいろんな体験を提供するんですけれどもその体験を通じて、えー、やっぱり大きな目的としてはファンの存在というものを目に見える形にしていくこのブランドがいかに支持されてるかというのを可視化していく このブランドを使っている方たちがすごく満足している様子というものを可視化していくまたそのアンバサダーだけではなくてその周りにいる人たちが使ってみたい食べてみたい欲しいそんな需要を可視化していくこれが今ソーシャルメディアや皆さんが取り組まれている自社の温度メディアで非常にやりやすくなってきていると思いますそしてもう一点非常に大切なポイントとして アンバサダーから伝わるのはあくまでもその方が所属しているコミュニティ友達だったり同僚だったり、まあ、そういった方々ですねですのでその外にいらっしゃる方々に届けるこの役割は企業が担っていくべきだと思いますでまさにそれをできるのが公式 SNS だったり自社の温度メディア場合によってはマスを活用してやっていくファンの声をたくさんの方に届けていくそれに接触した人がまた より良い状態になっていくということがサイクルとして回せるかどうかが成功の大きなポイントではないかというふうに感じています。で少し今後こういったアンバサダーのコンセプトで今後どうなっていくんだろうかというのことも我々頭の中で転がしながらですね日々過ごしています。であの中国の巨大なインターネット企業でアリババという会社のジャック・マーという方が 製造業の革新について、まあ、カンファレンスで話していましたこれすごく面白いなと思ったんですけど既存の B2C 企業から個人の製造モデルは C2B 個人から企業に変化していくだろう需要に合わせたカスタマイズが不可欠になるであろうというふうに言っています供給者はマーケットや消費者に適応するための自己変革が不可欠であるということなんですねなるほど こういうふうに変わっていくんだなと思ったんですけれども今我々がコミュニケーションに携わっていて実はコミュニケーションの領域ではもうすでにこういうことが起こり始めてるんじゃないかなと思います B2C 企業から消費者へでもこれがあの変わってきているということですねそして消費者というまだリーチしてない人ではなくてこれはあのカスタマーの方にコンシューマーからカスタマーの方にまあ我々としては えっと、その重要度が変わってきてきいるでそういった方々の声をしっかり聞いてどのようにビジネスに生かしていくかということだと思っていますですので顧客の声や活動を中から、まあ、兆しを手に入れてそれを次の事業活動に生かしていくここでは一人一人に最適化されたパーソナライズされたコミュニケーションに変わっていくと思いますし それを人力でやるんじゃなくてテクノロジーですね分析とプロセスというものをどう自動化していくのかというのがこれからの間違いなくトレンドになっていくと思いますそういう意味ではまず最初の兆しになる一番左側の顧客我々はここがアンバサダーに変わっていく役割を担っていくというふうに考えていますまあ大変きれいに ABC って並んだんですけどもあのとはいえこれをやろうとした時にですねやっぱりテクノロジーの 力を我々も使っていいいかななけければいけない特にまあ AI と呼ばれるような領域ですね例えば今我々はのテキストのコミュニケーションを中心に捉えていますですがまあファンの方の発信ってテキストからよりビジュアルのコミュニケーションも加わってですね多岐にわたってきているとそう考えるとまあ商品例えば商品パッケージをしっかり AI に読み込ませて非言語の口コミというものを 分析していくことも非常に大切なポイントになっていくと思いますし、えー、その分析分類っていうことをですねより自動化していくことでコミュニケーションを最適化していく学習をしていくということも大切なポイントではないかと思います今は一斉にやってるコミュニケーションをその方のタイミングであるとか状態に合わせてまあきめ細やかにできるようになるこれが一つ効率化だけではないテクノロジーの 活用の仕方なななんじゃいいかなと思います、まあ、このようにあのテクノロジーが非常に進化をしていく一方でおそらくリアルのコミュニケーション体験というものはより一般のファンの方にとって顧客にとって重要なものに変わっていくと思いますのでこのバランスをどのようにブランドとして提供していくのかこのリアルの体験をどういうふうにデジタルやマスで伝えていくのかというのが大きなポイントになろうかと思います。 一般の方にとってブランドとの接点は商品であったりサービス止まりですのでその向こう側をどう伝えていくのか日常に埋もれがちなブランド体験というものをどういう仕組みで伝えて口コミをしてもらうのかまた非日常の体験も仕掛けていくことでアンバサダーになっていただくと。まあ、そのためににははやはりブランドに近い 新商品であるとか歴史や特徴やプロモーションや皆さんの人それぞれの接点というものがよりファンになるために必要なんではないかなと思っていますですのであの我々のまあお話ししているアンバサダーというのはあくまでもあの興味のない人を振り向かせるというものではないということですね対象はあくまでもファンの方ですファンの方がどうしたら喜んでいただけるのかどうしたらファンの方がブランドについて語る言葉を増やせるのか 結果的に正しく、まあ、ここは大切なんですけど正しくブランドの価値や正しく魅力っていうものを伝えてもらうということが大切ではないかなと思っています、まあ、このように一気にですねあの概念的なお話をさせていただくとなんかちょっと難しそうだなとかですねこれちょっとうちには無理そうだなとかつい思ってしまいまちなんですけれどもあ,のあくまでも皆様のブランドのファンが その考える対象になってきますので進め方方や取り組みといいうのはブランドそれぞれぞだと思います、まあ、幸いにして今日はあの乙部さんも含めてえ15名の方がそれぞれの戦略やブランドについてのお話を今日していただけますのでまあそのお話を伺いながらですねえ皆さんのブランドにとってじゃあそれはファンの人はアンバサダーはどんな人たちなんだろうどんなやり方が良いんだろうかそんなふうに な視点をを持っててですね今日1日を、えー、過ごしていただけるると非常にに有意義なな時間になるんではなないいかなと思っています、えー、我々はあくまでもまあそのアンバサダーというもののコンセプトをお伝えしながら、えー、二人三脚でお手伝いをするという立場なんですけれども中心となるのはあくまでもブランドであり皆様のそのブランドを愛してらっしゃるファンの方でございますので皆様のブランドにとってこの取り組みがどういう役割目的戦略になっていくのかということを意識して きょ日一日ですね皆様の話を聞いていただきまた直接お会いできる機会もありますのでお話しいただければなと思っておりますではあの駆け足でしたけれども当社からのプレゼンテーションは終わりにさせていただきます今日は長丁場ですけれどもどうぞよろしくお願いいたします